NASA による衛星写真ポルトープランス市内ポルトープランスはハイチ共和国の首都フランス語で王子の港を意味するゴナーブ湾に面し湾岸が商業地区丘陵が高級住宅地となっている北緯18度32整七72度20に位置する首都への人口集中が起きてスラム化が進んでおり首都圏に250万から300万人の人口が ある。クリストファー・コロンブスの到着以前は永住者はいなかった。15世紀末、この地域はハラグア地方のタイの属首長のボヘチョの支配下にあった。祖先たちと同様、周辺の島に住んでいるカリブ族の標的になることを恐れ、彼も海岸近くに居住することを避けた。海に近い、この地域は狩猟の場とされていた。スペイン人の到着により、先住民は、 保護領となることを強いられ、ボヘチョは子孫を残さず亡くなり、カシケのカオナボの妻であり、彼の妹であるアナカオーナが後継となった。アナカオーナは、スペイン人との間に友好関係を維持しようと試みたが、スペイン人がより多くの貢ぎ物を要求するようになり、困難となった。1503年、スペイン人統治者は直接支配することを決定し、統治者となった。 ニコラス・デオ・バンドーがアナカオーナを主張とする体制を崩壊させようと、企てた。オ・バンドーはアナカオーナや他の部族のリーダーを宴会に招き、彼女たちに大量のワインを振る舞って酔わせ、スペイン人の部下たちに殺害を命じた。アナカオーナは除名されたが、しばらく後に公開公式刑となった。武力や薬病も合わせ、スペイン人は原住民の多くを殺した。 この地域のスペイン人による統治が確立し、オバンドーらは、サンタマリアデラ・パス・ベルダデラと名付けられた、海岸からそれほど離れていない場所に入植した。その場所は、数年後に放棄された。ほどなくしてオバンドーは、サンタマリアデル・プエルトを創設した。そこは1535年に、フランス人探検家に焼き討ちにされ、1592年に、再度イギリス人に焼き討ちにされた。 これらの襲撃は、スペイン人植民者にとって大きな負担となり、1606年に、スペイン人はこの地域を放棄することを決定した。その後50年以上にわたって、今日のポルトープランスのある、この地域の人口は飛躍的に増えた。最終的に海賊であるバッカニアたちが、この地域を基地として使用し始めた。また、オランダ人商人たちは、この地域が、 狩猟対象の動物が豊富であったため、川を求めて頻繁に往来し始めた。1650年頃、フランス人の海賊あるいはフィリバスターたちがトルトゥーガ島で入植場所がなくなり、海岸に押し寄せるようになり、トルーヴルデに入植した。植民の規模が大きくなるにつれて、彼らは海岸からそれほど遠くない場所であるチュルゴハイツに病院を設置した。このことにより、 その場所はロピタル地域として知られるようになった。スペイン人はこの場所に50年以上も不在だったが、領土に対する公的な権利を保持しており、見かけ上はスペインの領土である土地にフランス人フィリバスターの存在が増していたことで、スペイン王はロピタル地域を奪還するためにカスティリア軍を派遣した。しかし、派遣軍は数や武器の量で量がされて破れ、 スペイン政府は1697年にレースウェイク条約に署名し、ロピタル地域の権利を放棄し、配置はフランス領三度間となった。以後、黒人奴隷を使った砂糖などの生産とその取引の中心地として機能した。同じ頃、フランス人はプティとリビエール地区のエステルやゴナイーブにも拠点を置いた。商人たちが入植したエステルは裕福な村であり、 直線道路が整備されていた。そして、地域の統治者が住んでいた。一方、その周辺のプチリビエールは貧しかった。1711年の大化の後に、エステルは放棄された。この時点で、エステル地区のフランス人の規模はまだ拡大していたが、ほどなくして、南側に新しい町、レオガヌが設立された。後にポルトプランスとなる。 ロピタル地区に最初に居住していたフランス人はフィリバスターたちであった。この地区が本当の意味でのフランス植民地となったため、植民者たちはフィリバスターたちが引き続き存在することを懸念した。フィリバスターの存在がフランス人領土への英国人の侵入を駆逐するために便利である一方、植民地統治者からの命令とは無関係に振る舞ったり、命令に無反応であり、 植民統治への脅威となる可能性があった。そのため、1707年冬、地域の統治者であったショアズール・ボプレは、その脅威を取り除こうとし、ロピタル地区の支配権を主張したが、フィリバスターたちは自分たちへの侮辱とみなし、これを拒絶した。続けて、フィリバスターたちは、ロピタル地区を統治者に割上せずに、これを閉鎖し、この地区の定住者となった。彼らはこの地区で、 最初の長期的な居住者となった。ロピタル地区のグループであるフィリバスターたちの排除により、植民統治の権威は強化されたが、英国人にとってもこの地域が魅力的なターゲットとなった。地域を守るために、1706年にド・サンタンドレと名乗る船長が、ルプランス・ゴーレ・プリンスでロピタル地区のすぐ前の湾に現れた。このド・サンタンドレが、 この地区をポルトー・プランスと名付けたと言われている。しかしこの港とその周辺エリアは引き続きロピタル地区として知られていた。英国人がこの地区を荒らすことはなかったが、多くの貴族はロピタル地区のフランス王に認められた土地を探し求めた。最初にロピタル地区を統治した貴族はジョゼフランド教であった。1737年に彼が死ぬまで、 ピエール・モレル教徒がティアン・ブレットン・デ・シャペルが一部の地域の支配権を得た。この時までに植民党知者はフランス領サンドマをうまく支配するために首都を選定する必要があると考えた。プティゴ・アーブとレオガヌは首都となることを競ったが、双方とも様々な理由で除外された。第一に、双方とも中心に位置していなかった。プティゴ内部の気候はマラリアが発生しやすく、 レオガヌの地形は防衛がしにくかった。その結果1749年に新しい都市ポルトープランスが建設された。1770年、サンドマ植民地の首都はポルトープランスからカパイジャンに移された。ハイチ独立前の1794年6月4日に英国軍によって占領された。千八百三年にハイチは英国の支援を受けてフランス軍を サンドマ領内から駆逐し、1804年1月1日に独立宣言をし、ポルトープランスは新独立国のハイチの首都となった。フランス革命やハイチ革命の機関、ハイチ皇帝のジャンジャック・デ・サリーヌによって解明されるまで、この場所はポール・レピュブリカンとして知られていた。ハイチが北部の王国と南部の共和国に分断されている間、ポルトープランスは 共和国配置の首都であり、アレクサンドル・ペションの支配下にあった。ジャン・ジャック・デ・サリーヌが、ラルナー・ジュー・バ市で暗殺された後に、アンリ・クリストフが、町の名前を、ポルトー・クリムに改名した。その後のアメリカ占領時代を経て、1950年代には、経済の活況を受けインフラストラクチャーの整備が進んだ。しかし、フランスはデュワリエの独裁化で経済が停滞し、 その後繰り返し起きたクーデターと反政府勢力との内戦状態の中でインフラストラクチャーの老朽化が進むようになった。倒壊した建物と広場に避難した人々2010年1月12日午後4時53分にポルトオプランス南西 16km を震源とするマグニチュード7.0の強い地震があり大統領宮殿等の政府機関を含む多くの建物が崩壊。 多くの死者が出るなど壊滅的被害を受けた。熱帯気候で1年を通じ高温で4から6月と8から10月は比較的雨が多い。欠片の気候区分ではサバナ気候をに属する。現在の市長はジーン・イブ・ジェイソンである。市内中心部には国会議事堂や大統領官邸などがある。国際連合配置安定化ミッションが拠点を置いている。 ハイチにおける経済の中心地で、コーヒー豆や砂糖の主要な積み出し工であり、石鹸、繊維、セメントも輸出している。かつては靴、野球用品などを輸出していた。市内には公共交通機関といえるものはなく、庶民の足はもっぱら民営の乗り合いバスや、ピックアップトラックを改造した小型乗り合いバス、タクシーなどである。国内外の航空便は、 ポルトー・プランス国際空港を利用しており、カリブ海諸国や中央アメリカ、北、アメリカやヨーロッパ諸国への定期便が就航している。国立大学をはじめとする高等教育機関がある。また、ハイチの新聞社やテレビ局、ラジオ局のほとんどがポルトー・プランスに拠点を置いている。ポート AU プリンス、ハイチ。クライメートテンパチャー。2012年9月2日、閲覧。 ありがとうございます。